嵐山花道路二村院の参道の安頓京都嵐山花道路は12月中旬に京都府の佐賀嵐山周辺地区に約2500基の安頓を灯し夜の散策を楽しむ趣向の2005年12月から始められた明かりをテーマとする観光イベントである主催は京都花道路推進協議会二村院山和前にあしらわれた池花ライトアップされた 都月京嵐山から佐賀一帯にかけて広がる歴史的文化的景観を活かし多数の路地アンドンや池花の花をあしらうことで花やぎと陰影を付与日本情緒を演出することで京都の夜の新たな風物詩となることを目指し陶器の観光客を呼び込むべく始められた観光イベントである道の総延長距離は約5キロメートル。主催者の目指すテーマは思わず歩きたくなる道 京都の夜の新たな風物詩を創出すべく地元観光業界が2003年3月より東山地域において明かりをテーマとする新たな観光事業京都花灯籠を始めた2005年12月からは倒社が嵐山地域においても実施されるようになる6年目の2011年にして来場者が100万人を突破し102万1000万人となったなお 例年100万人以上の人手で賑わっていた東山花道路は2011年には開催前日の同年3月11日に発生した東日本大震災のために3月14日をもって早期終了し京都東山祈りの明かりと名称変更し63万4000人を集客し義援金513万9823円を集めた期間中のみ ライトアップされ夜間配管が行われる日村院の、もみじと、月落死者前エリアは、南は、阪急嵐山駅を起点に、法輪寺、渡月橋周辺、しぐれ殿、法岩尾寺、美空ひばり座、天竜寺、JR 佐賀嵐山駅、野々宮神社、北は、大川地山荘、常寂光寺、落死者、日村院までである。点灯時間、午後5時午後8時30分京都、 花灯路推進協議会嵐山駅、佐賀嵐山駅すぐ、ありがとうございます。